杉村洋太郎杉村洋太郎。三十巻を超える巨体だった。学生時代に、すでに柔道四段であり、その大きさから、定大の鬼と呼ばれていた、杉村洋太郎九月二十八日から九百三十九年三月二十四日は、大象、昭和の外交官、IOC 委員。旧森岡藩市で、ブラジル講師などを務めた、外交官の杉村深志の長男として、 東京に生まれる。1896年12歳頃、加納オジゴの経営する全寮制の家塾、加納塾に入塾し、1901年に高等師範学校付属中学を卒業して、全寮制の第一高等学校に入学するまでの5年余り、加納の膝元において、塾生として、その訓導を受ける。1901年に高等師範 学校付属中学校を卒業。第一高等学校を経て1908年に東京帝国大学法学部を卒業。外務省に入省。1910年、フランスのリヨン大学において、梅健次郎、富井正明に続き、日本人として3人目の博士号を自席で取得。1923年、中フランス大使館一等書記九百二十七年に、 国際連盟事務局次長に就任。1933年の日本の国際連盟脱退まで事務局長兼政治部長を務める。同年、開校条約論で東京帝国大学法学博士。1933年に IOC 委員に選ばれ、1940年東京オリンピックの招致に尽力した。1936年7月に、 IOC 委員を辞任。1934年から中イタリア大使。1937年4月に中フランス大使を拝命。しかし、翌年1938年1月に違反となり、帰国、現職のまま死去。日本の外交に貢献したことただいであるとして、外務省層が取り行われた。身長185センチ、体重100キロを超す巨漢であり、 若い頃は、柔道や水泳など、何でもこなした豪傑で、一種の名物男として、知られた。1905年の大阪湾9マイル、競泳大会では6時間25分の記録で、優勝した。IOC 委員を務めるなど、スポーツ界に通じ、高等市範学校付属中学校の学校行事として、富浦において、遠泳を経験していたこともあり。 古式英宝の水不流大田派の名手で、大学時代には1 6トルの遠泳で優勝し、賞金300円を得たこともある。パリ駐在中には、英仏海峡の横断遊泳を企てたが、時の中泳大使、加藤孔明とその周辺からきつく制止されて、断念した。成功すれば、日本の外交官が、賞金目当てで企てたと、非難されるし、不成功ならなおみっともないから、 という理由だった。また、少年時代から加納おじごの運営する、加納塾塾生として、その訓導を受け、第一高等学校柔道部、東京大学柔道部首相として活躍し、行動館に通い柔道を六段となり、加納の地偶を得た。フランス大使時代にはフランスでの柔道普及に、協力したという。弟は、東京文理科大学学長を務めた、杉村金次郎。 その子は地球科学者の杉村真。三井合名会社理事の福島木三次とは義兄弟。妻の花子は鶴原貞吉の四女で、その姉の松子は安川財閥安川大五郎の妻で子に、安川貞夫らがいる。陽太郎、花子夫妻の長女の和子は元アルゼンチン大使、青木森夫に嫁ぎ。 その子に、ペルー日本大使皇帝選挙事件に遭遇した、元中ペルー大使の青木森久がいる。また、洋太郎の妹の長男は作曲家の柴田、奈美夫である。ありがとうございます。